染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時墨なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。墨は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。そんなもんですか。
ろ。この野郎。どけ。クソが。せや。大事ないですかい？ああ、あれ、キリュウさんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレもコシュミス来ると思うとりました。こちらへ。キリュウさん、キヨちゃん無事じゃったか？ええ、二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清見ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらは怖がらして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、4代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なママが。お前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての、お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは闇造船会長井波平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。うん、クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。
岩光汚染の会長が陽明連合会の嫌味グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で嫌味造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬、東城会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。